こんにちは。こんにちは。このページまで見ましたね。はい。ひょうげんさん。はい。えっと、しろたんとにわちゃんがいますね。はい。しろたんとにわちゃんは一緒に住んでいますかはい。しろたんとにわちゃんは 一緒に住んでいます、ね。ここはシロタンとニワちゃんのバスケコートですかシロタンとニワちゃんのうちですかシロタンとニワちゃんのうちです。うん。シロタンとニワちゃんのうちです。 シロタンとニワちゃんのうちです。シロタンとニワちゃんのうちはアメリカにありますかアメリカにありますかんいいえ、いいえ。日本にあります。うん、そうです。えー、っと、シロタンとニワちゃんのうちは日本にあります。 ここはここは日本です。うちは日本にあります。シロタンとニオちゃんのうちは日本のニューヨークにありますかニューヨークは日本にありません。そうです。はい。ニューヨークは日本にありません。 ニューヨークはアメリカにありますね。うん。はい。うん。いわちゃんとしろたんのうちは日本にあるんですが、日本の東京うん。日本の大阪、うん、うん。日本の東浜にあります。東浜。東浜。はい。 東浜にあります。東浜はあの、イマジネーションタウンですね。私のイマジネーションタウン。あはい。わかりました。<laughs> 本当は日本に東浜はありません。でもには、ニワちゃんとしろたん。二人のうちは東浜にあります。うん 東浜は、あのー。東京と。横浜。の。間。東京と。横浜、東京と。横浜。の。間。に。あります。うん。東浜は。とても小さい町です。小さい。 小さい町。小さいところです。でも、あの、これは日本です。日本。東京、横浜。で、ここが、東浜です。それで、東浜には、日本で、 一番美味しいサンドイッチの店があります。サンドイッチの店。あのマクドナルドはハンバーガーの店。はいはい。アップルはスマートフォンとかパソコンの店。アップルストア。うん、アップルストアはパソコンとかスマートフォンの 店ですね。スターバックスは何の店ですかああコーヒーの店です。そうです。コーヒーの店です。でこの東浜にはサンドイッチの店があります。日本で,この日本で一番おいしい サンドイッチの店があります。と浜にはスターバックスがありますかありませんかと浜にはスターバックスがあります。スターバックスはどこにでもあります。どこにでもあります。うん、北海道ににもも大阪にも 東京にも、名古屋にも、なんだ、京都にも、沖縄にもあります。パリにも、ああパリにシアトル、ニューヨーク。はい。どこにでもあります。でも、東浜にはありません。そうですか。はい。小さい、小さい町ですから、 小さい町ですから、東浜にはスターバックスがありません。うん、うん。ない、ないんです。ない、ない。マクドナルドはマクドナルドはありますかありますかはい、うん。そうですね。東浜にはマクドナルドがありません。ありませんか はい。小さい町ですから、マクドナルドも、スターバックスもありません。コーヒーの店はありますか、うん、うん、そう。コーヒーの店はありますかはい。コーヒーの店はあります。ある。コーヒーの店はあります。でも、あの、チェーンじゃなくて、 なんかこう小さい小さいコーヒーの店があります。スターバックスみたいな,なんかチェーンの店はありません。はい。で、この絵をもう一度見てください。はい。ニワちゃんはサンドイッチを食べています。うん、そうですね。 食べています。で、シロタンは何を飲んでいますかコーヒーを飲んでいます。はい。コーヒーを飲んでいますね。ここに、I love coffee とあります。I love coffee だから、シロタンはコーヒーが 大好きです。コーヒー大好き。いつも飲みます。毎日飲みたい。今日も飲む。明日も飲む。明後日も飲む。にわちゃんは、これ、仕事で今、今日この、このページは、仕事の、仕事で、 シェアリーダーをしますが休憩していますね。サンドイッチがありますね。うんはい。サンドイッチ食べます。うちです。サンドイッチ食べます。にわちゃんはサンドイッチが大好きです。はい、でにわちゃんは、遠浜のサンドイッチの店で、 サンドイッチを買います。よーし、サンドイッチを買いに行くぞー。いらっしゃいませー。えー、っと、今日はどのサンドイッチを食べようかなー。うーん。今日はこのサンドイッチを食べよう。すみません、これください。はい、百円でーす。 100円はい4 <laughs>、はい、ありがとうございますはいよしサンドイッチを買いましたよサンドイッチサンドイッチにわちゃんはサンドイッチの店でサンドイッチを買いましたじゃあ表現さん シロタンは何が好きですかシロタンはコーヒーが好き,好きです。コーヒーが好きです。そうです。シロタンはコーヒーが好きです。コーヒーが大好きです。うん、じゃあ、ニワちゃんはニワちゃんは マンゴープリンが好きですかああ、い,いえ、マンゴープリンが好きじゃない。はい、い,いえ。マンゴープリンは好きじゃありません。うん、好きじゃありません。じゃあ、にわちゃんはアイスクリームが好きですかサンドイッチが好きですか どっちですかサンドイッチが好きです。うん、そうです。ニワちゃんはサンドイッチが好きです。じゃあニワちゃんはコンビニでサンドイッチを買いますかいいえ、コンビニじゃなくてサンドイッチの店で。 サンドイッチを買いますそうです。コンビニじゃありませんね。ですから、コンビニじゃなくて、サンドイッチの店でサンドイッチを買います。にわちゃんは、大阪のサンドイッチの店でサンドイッチを買いますか 東浜のサンドイッチの店でサンドイッチを買いますか東浜の店でサンドイッチを買います。そうですね。うん。東浜の店。東浜のサンドイッチの店。で、サンドイッチを買います。東浜の サンドイッチの店は日本で一番おいしいです。ですから、j z も j z ね j z j z も j z も東浜の店でサンドイッチを買いますかはいはい。はいろいろな 有名な人は、遠浜のサンドイッチの店でサンドイッチを買います。はい。そうですね。いろいろな有名な人。いろいろな有名人。j z とか、あとは有名人。誰 <laughs> ジョニー・デップ。ケイティ・ペリー。 <laughs> えっとまあそうそうそういろいろな有名な人がなんだ「東浜東浜のサンドイッチの店でサンドイッチを買いますサンドイッチどこ行ったあねこのマスクサンドイッチみたいな <laughs> マスクサンドイッチくださいはいどうぞおいしいおいしい なんて美味しいんだろうこのマスクサンドイッチ。じゃあ、あの、皆さん。えっと、お待たせしました。今日の私と、私が話したこと表現さんと話したこと。シロタンとニワちゃんのうちは、東浜にあります。そして、ニワちゃんは、 サンドイッチが好きです。シロタンはコーヒーが大好きです。イワちゃんは、東浜のサンドイッチの店でサンドイッチを買います。じゃあ、質問です。 質問。ニワちゃんとシロタんのうちは、東浜にありますか東浜。東京と横浜の間の東浜。はい。ニワちゃんとシロタんのうちは、東浜に ありますジョニー・デップのうちは、東浜にありますかい,いえ、ジョニー・デップのうちは、東浜にはありません。でも、ジョニー・デップは、東浜のサンドイッチの店で、 サンドイッチを買いました。シロタンはサンドイッチの店でコーヒーを買いますか買いませんか買いません。シロタンはサンドイッチの店でコーヒーを買いません。 にわちゃんは、にわちゃん。にわちゃんは、コーヒーの店サンドイッチの店アイスクリームの店どこ、どこ、どこどこでサンドイッチを買いますか ニワちゃんはサンドイッチの店でサンドイッチを買います。そして、うちで食べます。それから、ロッカールームで食べます。はい。以上。では、今日はこれで終わりです。また次回。さようなら。 Thanks for watching, everybody. We hope these videos are useful for you, and if you'd like to support us to keep making videos like these, you can find a link to our Patreon page down in the video description. Take care.